はい、宮古島区民センター、はい、11月3日です、ね、もう今週日曜日、今週日曜日、ね、はい、これはあ、チケットがおいくらでございますか。チケットが、今残ってる席がもう8000円と6000円の席で、はいはい、でもう自由席も昨日完売したんですけど、はいはいはい、ただその SS 席というのが最前列、はい、で RS がリングサイドなんですけど、はい、VIP 席は完売してますやん。はい、まあまだちょっと若干残ってますチケット。あ、はいはい、この私前も思ったんですけど、パピヨンさんね、はい、パピヨン、はい、はい、もう得体が知れなくてこのマスこのマスクのねチープさの割に身体能力むちゃくちゃ高いですよ。卑怯もんですよね。最近もう絶対呼びますね。パピオン絶対呼ぶんですか。呼びます、絶対呼びます。お客さんもじゃあ喜んでくれましたね、はい。スペルデルフィンさんって言うんですよね。スペルデルフィンさん、大御所です。ね、渡辺智子さんももう大御所ですね。はい、レジェンド。そんなわけでございます、はい。ぜひとも、はい、11月3日、はい、ね、宮古島区民センター、何時からですか。はい、12時半会場の13時開始です。13時からでございます。ぜひともね、はい、お越しいただきたいんでございます、はい、なるほど。じゃあ今は定義はセカンド、定義はセカンドで、ね、はい、駅からはね、そのちょっとだけ、はい、あの歩かないといけないときにありましたけど、ね、はい、アーケードの中なんで雨濡れないですよね。濡れないです、ぜひぜひお越しいただきたいと思いますけど、はい、私の方から告知ございますが、はい、11月の3日でございます。あ、11日ちゃうわ、30日、そんなバチバチャですよね。11月の30日でございます。京都祇園花月でね、前もあのチラシも出かけさせてもらいました、はい、イベントさせていただきます。京都新劇マイナス1、こちらね、出演者の方、まあ、茂山茂さんというね狂言師の方で知らせていただきますが、アキさん、ユミ姉さん、花子姉さん、あとまあこの千葉光平さんにもご出演いただくようになりましたんで、豪華ゲストを迎えましてですね、京都を盛り上げていこうと思いますので、ぜひともチケット2500円でこんなメンバー見れませんよ、ぜひともお越しいただきたいと思います。